驚愕の事実。暴走ファンがアイドル平野翔と神宮寺雄太に与えた衝撃とはアイドルのプライバシー危機。過激なファン行動が招いた恐怖の瞬間。アイドルの世界は華やかでありながら、その裏には多くの挑戦と困難が存在します。ファンとの関係は特に繊細で、時には崇拝が行き過ぎて迷惑行為となり、アイドル自身の安全を脅かすこともあります。最近。 ナンバーアンダーライン愛のメンバーである平野翔と神宮寺勇太がそのような経験をしました。彼らのケースは一部のファンがどれほど暴走しうるか、そしてその結果としてどのような影響が生じるかを如実に示しています。平野翔はライブ中に予想外のトラブルに見舞われました。過激なファンがステージに押し寄せ、彼のパフォーマンスを中断させるだけでなく、物理的な接触を試みました。 このような行為は単にマナー違反にとどまらず、アーティストの安全を脅かす重大な問題です。さらに、彼の実家にまで足を運ぶファンも現れ、家族や特に小さな妹の安全にも懸念が生じました。彼が感じた恐怖と不安は、私たちが想像する以上のものだったに違いありません。一方、神宮寺優太もまた過激なファンによるストーキング被害に遭いました。 彼の私生活にまで侵入し、日常生活を脅かすような行為は、彼の精神的な健康にも大きな影響を与えます。ストーカー行為は犯罪であり、被害者が感じる恐怖は計り知れないものです。神宮寺が無事であったことは幸運ですが、このような事態が再び起こらないよう、私たち全員が一層の注意を払う必要があります。ファンとしての役割は、アイドルをサポートし、応援することです。 しかし、その行為が行き過ぎてしまうと、逆にアイドルにとって大きな負担となります。平野や神宮寺のようなケースは氷山の一角に過ぎず、多くのアイドルが日々同様のリスクに直面しています。彼らが安心して活動できる環境を整えるためには、ファン一人一人の意識改革が必要です。過激なファン行動の背後には、しばしば誤解や過剰な思い込みがあります。 アイドルへの強い愛情が時に盲目的な行動を引き起こし、周囲の状況や他人の感情を考慮しない行動へとつながることがあります。ファン活動は自己満足だけでなく、他者への配慮が必要です。常識を逸脱した行為は、アイドル自身だけでなく、その家族や関係者にも大きな迷惑をかけることになります。この問題を解決するためには、まず教育と啓発が重要です。 ファン活動のルールやマナーを広く周知し、アイドルとの健全な距離感を保つことの重要性を強調する必要があります。また、暴走するファンに対しては、法的措置も辞さない姿勢が求められます。ストーキングや不法侵入などの行為は、厳しく取り締まられるべきです。さらに、ファン同士での事情作用も重要です。過激な行動をとるファンに対しては、コミュニティ全体で注意を喚起し、 未然に防ぐ努力が必要です。リエハタさんのケースも考慮すると、アンチや嫌がらせ行為も無視できません。悪意を持った一部のファンが、意図的にアイドルやその関係者を攻撃することがあります。このような行為は、ファン活動の健全性を損なうだけでなく、アイドル自身の精神的な負担を増大させます。アンチ行為がエスカレートすると、アイドルが活動を続けること自体が困難になる場合もあります。 また、SNS の普及により、アイドルとファンの距離感がさらに近くなっています。これには利点もありますが、一方でファンの暴走を助長する要因ともなり得ます。SNS 上での誹謗中傷や過剰な要求は、アイドルにとって大きなストレスとなります。ファンとしての自覚を持ち、アイドルのプライバシーを尊重することが求められます。私自身も長年のロックアーティストのファンとして、 同様の問題に直面したことがあります。過激なファン行為が続くと、アーティストは安心して日本に住むことができなくなり、海外に移住することを余儀なくされることもあります。実際に私が応援していたアーティストも、家族の安全を守るために海外に移住しました。彼らの決断の背景には、一部のファンの暴走行為がありました。このような状況は、 アーティストとファンの関係を大きく変えてしまいます。平野翔と神宮寺勇太のケースは、ファン活動のあり方について深く考えさせられるきっかけとなりました。私たちが応援するアイドルが安全で健康に活動できる環境を作るためには、ファン一人一人がその役割と責任を自覚することが不可欠です。アイドルへの愛情は大切ですが、それが盲目的な行動につながらないよう、 常に冷静で理性的な判断が求められます。これからもアイドルとファンの健全な関係を築くために私たちは何をすべきかを考え続けなければなりません。アイドルが安心して活動できる環境を守るためには私たちファンの協力が欠かせません。推し活は楽しく、そして愛情深いものであるべきです。しかし、その愛情が行き過ぎてしまうとアイドルにとっては逆効果となります。 アイドルとファンの関係を健全に保つためには、さらなる取り組みが必要です。ファン一人一人がマナーを守ることはもちろんのこと、業界全体でもファン活動の適正化に向けた動きを強化することが求められます。まず、アイドル事務所や運営側が果たすべき役割について考えてみましょう。事務所は、アイドルの安全を第一に考え、過激なファン行為に対して厳格な対応を取るべきです。 例えば、ライブやイベントのセキュリティを強化し、ファンとの距離感を適切に保つためのルールを明確にすることが重要です。また、ファンからの手紙やプレゼントの受け取り方にもガイドラインを設け、アイドルが過剰な接触を避けられるようにする必要があります。一方、教育機関やメディアもファンの意識向上に寄与することができます。学校やコミュニティセンターでのワークショップやセミナーを通じて、 ファン活動のマナーやルールについて教育することは効果的です。さらに、メディアは過激なファン行為の問題点を取り上げ、啓発キャンペーンを実施することで、社会全体の意識を高める役割を担うことができます。SNS の利用についても見直すべき点があります。アイドルとファンの間での直接的なコミュニケーションは魅力的ですが、その反面、誹謗中傷や過度な要求が問題となることがあります。 プラットフォーム運営者は、こうした行為を監視し、必要に応じて適切な措置を取るための体制を強化することが求められます。また、ファン自身も SNS の利用に際しては、アイドルのプライバシーを尊重し、節度を持ったコミュニケーションを心がけるべきです。ファン同士のコミュニケーションも重要です。お互いにマナーを守るよう促し、過激な行動を取るファンには適切に注意することで、 コミュニティ全体の質を向上させることができます。ファン同士が支え合い、健全な応援文化を育むことが、アイドルの安心と安全を守るための第一歩です。最終的に、私たちが目指すべきは、アイドルとファンが互いに尊重し合い、共に成長していく関係です。アイドルが安心して活動できる環境を作るために、私たちは何をすべきかを常に考え続けることが求められます。 お仕活は楽しく、愛情深いものであるべきですが、その愛情が正しい形で伝わるよう、私たち一人一人が意識を高く持ち続けることが大切です。平野翔と神宮寺優太の経験を通じて、私たちは改めてファンとしての責任を考えさせられました。アイドルが安心して輝ける環境を作るために、私たちはどのように行動すべきか。これからも一緒に考え、より良い未来を築いていきましょう。 皆さんはどう感じていますかどのような取り組みが有効だと思いますかぜひ意見を聞かせてください。アイドルとファンの未来をより良いものにするために、共に考え、行動していきましょう。